時刻は9時になりました。こんばんは、遠塚奈美子です。さあ今夜はですね、現在開催中の楽天ジャパンオープン特集ということで、会場での取材の様子も織り交ぜながらお送りいたしますので、ぜひ最後までお付き合いください。さあ早速ですが、今日のゲストをご紹介しましょう。今日のゲストはグラビアアイドルの星野真織さんと楽天テニス部部長の和田康正さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はですね、セットにもたくさんテニスを散りばめているんですが、はい、お二人の衣装も、星野さんこちらは、はい、こちらはこれはですね、中学生の時の、あの本当に使っていた試合の時に着ていたユニフォームです。かわいい。すごい短いんですよ。中学の時じゃあテニス部だったってことですね。そうですそうです、テニス部で。ちょっとじゃあ素振り1回だけ、ちょっと素振りしていいですか。素振りしちゃっていただいていきますよ。えい、いやーありがとうございます。おおすごいノリノリ、 ありがとうございます。そうなんです、すごいこれ、はい、見えちゃいそうで今ドキドキしてます。いやこちらもドキドキしてます。あのテニス部部長が一番ドキドキしてると思います。部員が見てると思いますが、今日は楽天テニス部部長の和田さんと一緒にですね、はい、楽天ジャパンオープン行ってきましたね。はい、お和田さん楽しかったですね。そうですね、うん、普段なかなか見れないところを見ることができましたし、何よりもプロの選手のプレーを近くで見れたことが嬉しかったですね、うん、あですからその様子もですね、この後 VTR で流していきますので、ぜひぜひお付き合いください。さあそれではですね、まずはこちらの画面に向かって、タイトルコールしていきましょう。はい、じゃあいきますよ、せーの、楽天スーパーライブ TV スタート。さあということで、本日はゲストにグラビアアイドルの星野真織さんと楽天テニス部部長の和田康正さんをお招きしております。改めて星野さんのプロフィール見ていきましょう、はい、こちらです。普段はグラビアアイドルさんなんですね、はい、ミスフラッシュ2015グランプリ受賞ということで、はい、あ趣味にはきっちりテニス、はい、書いてあります。ございます。素振りも見せていただきまして、はい、そんなねテニス大好きな星野さんと一緒にお送りしていこうと思います、うん、はい、さあまずはですね、本日の目玉商品のご紹介していきましょう。今日の目玉はこちらです。はい、今日の目玉商品は有楽製菓アイショップさんの有楽製菓ハロウィンサンダーセット、お値段が2404円です。こちらはハロウィン限定、数量も限定のお菓子セットです。内容はブラックサンダーミニバー、白いブラックサンダー、東京サンダーの3種類、小分け袋が無料なので渡すときにとっても便利です。楽天スーパーディール対象商品なので 20% のポイントバック、今だけのとってもお得な商品です。さあ今日の目玉は私のが出ている画面のすぐ下、こちらをチェックしていただきますと詳細ページに行くことができます。ぜひチェックしてみてください。今日の目玉商品のご紹介でした。おっとっとっと、ちょっと映っていますけども、じゃじゃーん、今日はですねこちら錦織選手のサイン入りのプレゼントがあるキャンペーンも後ほど番組の最後にご紹介いたしますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、さあそれではですね、早速ね楽天、ジャパンオープンについてお話をしていきたいと思うんですが、はい、まずは和田さん、楽天ジャパンオープンとはどのような大会なんでしょうか。はい、そうですね、楽天ジャパンオープンはですね、はい、ATP500 というカテゴリーに属した試合にはなってはいるんですけれど、ちょっとここで一応 ATP のカテゴリーの仕組みについて簡単に説明させていただければと思います。はい、さあ、今日ですね、図が出る予定だったんですが、カテゴリー分けになっているんですよね。そうですね、三角形、そうですね、三角形のカテゴリーになっていまして、うんうん、一番上からグランドスラム、はい、ATP マスターズ1000、はい、ATP500、ATP250、チャレンジャーズ、フューチャーズというカテゴリーになっていまして、うんうん、グランドスラムというのがもちろん皆さんお聞きしたこともあるかと思うんですけど、全米、全仏、全豪、ウィンブルドンの4つになっていまして、聞いたことあります。その下に
ATP マスターズ1000というのがあります、うん、で、この ATP のツアーに対してそれぞれのカテゴリーそれぞれの順位に対してポイントが設定されていまして、うん、1年間に各選手が取得したポイントの、合計がより多くの上位8名がですね、うん、出られる大会が ATP ツアーファイナルという大会がありますと、うんうんうん、2014年に日本人で初めて ATP ツアーファイナルに出たのが錦織選手になっています。先ほどお話した通り ATP500 っていうのがですね、あ、ちょうど今ですね、今出ましたね、はい、こちらにある通り ATP500 というのがですね、ATP のカテゴリーの中で上から3つ目、ほうほう、先ほどお話した通りグランドスラムが4つ、はい、ATP マスターズが9都市で試合をやっているその次に大きなカテゴリーの試合になってます、はい、なので、それどれだけジャパンオープンが大きな大会かっていうのが分かりま す、ね、日本で唯一の ATP ツアーの大会になってるんですね。日本で一番大きい大会といっても過言ではないぐらい、そうですね、ということなんですね、はい、まあ、それだけ大事な試合だったわけなんですが、錦織、うん、選手残念ながら今日は途中棄権となってしまいました。いやでも私たちねその試合最初から見てたんですよ、うん、会場 で、はい、本当に最初3ゲーム選手してものすごく勢いあったんですよね。そうですね、まあ、ちょっとプロの解説者じゃないので本当一テニス好きとしてのコメントになってしまう部分もあるんですけれど、はい、やっぱりソウザ選手はですねやっぱ格上に挑戦するっていうことでかなりアグレッシブで強気なプレーをしている中、錦織選手が余裕を持ってラリーでも打ち勝ちサーブでもしっかりポイントを取って最初3ゲーム連取したんですよね、はい、もうこれはいけるだろうって会場の誰もが思ったところで、やはりここで連戦のやっぱ疲れが出たんでしょうね、はい、前後オリンピック出敗とやはり錦織選手は熱戦激戦を繰り広げてますから。そうですよね、だってオリンピックも出てましたからね、はい、なので、まあ、そんな中で3ゲームとはいえやっぱりすごい試合を見せていただいたんでやっぱりすごいなっていう感動はありましたね。そうですね、私も実際に初めて錦織選手のプレーを間近で見たんですが、すごく球も速いですし迫力もありますし、競ってるんだけど最終的にゲームを取るのは錦織選手っていうね、こう粘り強い勝負強いところも見ることができて、ただやっぱりもうちょっと最後まで試合見たかったなって見たかったですね、ありましたけどもね、まずはですねその会場の様子 VTR でご覧ください。それではどうぞどうぞ。有明テニスの森にやってきました。楽天ジャパンオープン、いやー和田さん盛り上がってますね。そうですね、今日はですね普段なかなか見ることができないバックヤードも少し見せていただけるみたいですよ。おー楽しみです。楽天スーパーライブ TV だけの独占映像もあるかもしれません。早速行ってみましょう。行きましょう。はい、ということでこれ実際にですね、会場の様子なんです。そうですね、この時ちょうど屋根が閉まっててこんな感じで選手が試合やってましたね。でちょうどこれがですねベルギア選手の時の試合だったんですけど、ベルギア選手第3シードだったんですけど残念ながら負けてしまったんですけど、まあちょうど今のも試合終わった後選手からプレゼントという形でボールを配ってましたね。あのようにボールを上に打ったりするんですよね。そうですね、参加者のプレゼントですね。あ、見たことあるやつ、あのカメラに向かって、そうなんです、サイン、あれ書いてみたいですよね。やってみたいですね。やってみたいですよね、ちょっとね、あとで私体験してきたんで、それはちょっと後で見てくださいね。そうなんです、本当いろいろな、ね、ことができ、会場内本当に楽しかったですね。そうですね、やっぱり人もすごいいっぱいで活気もありましたし、うんうん、選手の近くで見れるっていうのもやっぱりすごい盛り上がりが出ますよね。そうですね、本当に海外で活躍しているような本当に有名なプロの選手も見ることができましたから、うん、これは貴重な体験でしたね。そうですね、日本でその海外のトッププロのテニスが見れるっていうのはやっぱりここしかないですからね。いいな。そうなんですよ。でなんか会場に行って初めて気づいたことがあって、掛け声みたいなのもあるんですね。そうなんですよ、テニスはマナーのスポーツと言われているので、うん、プレー中だったりプレーの直前で発声をすることをマナー違反とされてはいるんですけれど、ね、やっぱりそのポイントを取った後だったり、うん、応援している選手をより鼓舞するためにですね、うん、ゴー・ケーだったりバモスだったりカモンだったりと、うん、まあ、いろんな掛け声をする、うん、まあ、応援ですね、やっぱりしているのがあるので、やはりそのぜひ応援した時にはですね、本当にお気に入りの選手がいればそういう掛け声もするっていうのも楽しみの一つかなと思いますね、うん、面白かったですよ。
サーみたいなやつですよね、卓球。そうですね、卓球のところのサーですね。それは選手が言いますけど、はい、でもそう、実際に選手のこう打ってる時のこう気合の声っていうんですか、うん、そういうのも結構会場内に響き渡ってましたし、すごい、あの一番前の席とかすっごい近かったですもんね。そういう席もあるんですよね。そうですよ、一番前の席だったり、なかなか入れない場所ではあるんですけど、本当にコートの中だと本当に選手と同じがあの高さで見ることもできますし、うん、そう迫力もやっぱり全然違いますからね。でもすごく最近人気があるので、チケットも売れ行き好評なんですよね。過去最高記録を、最高記録を出し続けていまして、うん、大会の前売りチケットは全て完売になってしまっているっていうところもありますね。すごい行きたいなって思ってたところなんですけど、どうにかしてくださいそこがちょっとね、なかなか難しい。その会場内にただ入れない方のためにですね、うん、会場の外のお祭りも盛り上がっています、うん、でその様子も実際にね撮ってきましたので、ぜひご覧ください。どうぞ。そうお祭り広場にやってきました。こちらのブースは何ですか？ここはですね、お祭り広場の一角、フォトスポットとなってます。試合終了後、勝者がカメラのモニターに向かってプレイする場面がありますよね。ありますね。これはここではそれが体験できるみたいですよ。そうなんです。これはカメラの画面ですね。なるほど、イメージ、これがカメラの画面ですね。うわ、実際どうやって見えるのか、僕らこれ初めて見ますけど、おこんな感じの、見たことすごいちゃんとできてますね。すごい楽しい。すごい。遠塚選手になってる。気持ち、あ、この写真の時はすごい気持ち入ってます、私たち二人。これはもう本当に優勝、準優勝した時のような写真になってですね。これね、お兄さんが盛り上げてくれる。観客もそう入れるんですよ。はい。そこでバイバーです。バイバーですよ。最新情報が見ることができます。ちょうど今ですね、チリチ選手が練習しているという映像が、ちょうどこれ今日の朝ですね、今日の朝チリチ選手が練習している時のタイミングでしたね。もう今もどんどん情報アップデートされているので、ぜひ見てみてほしいなと思います。最新の選手、ぜひ皆さんも使ってみてください。そうなんです、今ちょうど選手の状況だったり、こんな試合やってますよみたいなことを見れますね。あ、ちょうどこれは優勝トロフィーですね。大きい、これ大きいんですよ、本当に。オクラと比較してもらうと分かると本当に大きくてですね、あ、ちょっとここ見てください。そうなんですよ、2012年と14年が錦織選手の優勝の名前が入ってますからね。ラッケンジャパンオープンの近くで、そしてビーチテニス体験ができるところもあるんですよ、和田さん。ぜひやってみましょう。やってみましょうか。こんな体験もできるんですよ。初めてビーチテニスの大会開かれてるんですよね。で、これ本当にその横にですね、こういうふうに遊ぶことができる。経験者とは思えないドロモドロ感が違うんですよ。これテニスと全然ラケットがちょっと違うんですよね。そうなんですよ、硬いラケットになってまして、だからなんですよ。ショップにやってきました。これでも何が買えるんですか？はい、こちらではちょうどこれオフィシャル ATP500 のショップですね。グッズだったり、この大会また今年限定の商品も買うことができます。なんとですね、このジャパンオープンの公式グッズ、楽天ブックスのジャパンオープン公式グッズ特設サイトでも買うことができます。楽天ジャパンオープンの公式グッズがネットで買えるのは楽天ブックスだけです。ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、このようにですね、楽天ブックスには楽天ジャパンオープン2016大会オリジナルグッズのサイトがあるんです。楽天ジャパンオープンオリジナルグッズ発売販売中と書いてありまして、はい、このようにね、商品をチェックすることができるんですが、はい、今日は特別にこちら、じゃじゃん、スタジオにもございます。ちょっと見ていきましょう。見ましょう、見ましょう、いっぱいありますね。はい、まずはですね、こちら、うん、モバイルパスケースです。じゃーん、黒と白があります。携帯の裏に貼ってスイカだったり、ね、パスモだったりを入れるかやものですね。はい、こんな形になっております。かわいいですよね。しかもロゴがしっかりと入っております、うんね、プレミアム感が、ロゴがあるだけで全然違いますね。そうなんですよ。そしてモバイル系で言いますと、もう一つ、はい、こちら、じゃん、モバイルリングホルダーです。じゃじゃん、あ、これ便利ですよね、これ、うん、そう、これ指に引っ掛けてね、落とさないように。これもちゃんと楽天ジャパンオープンのロゴが入っております。いいな、かわいいですよね、うん。さあ、そして他にはですね、はい、こっち行こうかな。ケース付きイヤホン、しっかりしております。こちらももちろん楽天ジャパンオープンテニスチャンピオンシップ2016、うん、ロゴ付きでございます。じゃーん、そしてこちら
こちらがリストバンドです。じゃーん、かっこいい。 ATP500 東京っていう刺繍もされてますね。これ本当にここでしか買えないものですね、間違いなく。テニスってリストバンド結構しますよね。そうですね、選手みんなしてますね。西堀選手もしてますし、ね、ちょうど今年は赤いウェアに合わせて赤いリストバンドしてたので、リストバンドっていうのは結構ウェアに合わせていろんな色、いろんなものを持ってていいものなので、ぜひこういうのもいいですよ ね、 かわいいですから、ぜひチェックしてみてください。今紹介したこのモバイルパスケース、モバイルリング、こちらのリストバンド、ケース付きイヤホン、こちらはですねまだ在庫がありますので、お早めにチェックしてみてください。はい、そしてですねこちら、じゃあいきましょう。こちらのリングノート、じゃん、はい、こちらすごいですよ。このロゴはもちろん、うん、中を開きますと、じゃーん、中にも中にも一枚一枚全部ロゴがついてるんです、ほら、すごいね、裏も表もすごいね、高級感もありますしね、うん、かっこいい青色なので、うん、まあ、テニスのねこの思い出を綴ったりとか、そうですね、戦略を綴ったりとかですね、戦略を綴ったりとかもいいと思いますし、うん、もちろん学生の方とかお勉強の時にね、そうですね、使われてもいいと思います、ちょうど今テニスの人気の一つであるベイビーステップとかは本当にノートで戦略を書くっていうのが、まあ一応中身漫画の中ですごい描かれてるので、まあそういうところでもぜひノートっていうのは大事になってくるかなと思いますね。これちょっと自慢できますよね。そしてこちら、お二人の手元にあります、こちらバスタオルでございます。フィラのバスタオル、こちらも公式グッズ、楽天ジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2016としっかりロゴも入っておりますし、お二人肌触りいかがですか。すごいいいですよ。ふわふわ、今治タオルとコラボしてるっていう形で、ね、すごい吸水力もありそうですよね、うん、これテニスの時に実際に、そうなんです、僕もよく使ってまして、うん、もうこれ本当に7年ぐらい連続で購入してます。本当にすごい重宝してます。こちらのですね今紹介したこのバスタオル、結構大きめですししっかりしてます。そうと、うん、リングノート、うん、こちらはですね在庫わずかですが、今回楽天スーパーライブ TV の視聴ページからも、視聴ページにも写真が出ております。こちらクリックしていただきますとチェックすることができます。こちらとこちらですね、うん、ぜひこちらクリックしてチェックしてみてください。はい、はい、ということで今はですね在庫がある商品をご紹介したんですが、はい、このね可愛らしいダイナックスのこの、うん、カップ、うん、こちら可愛いんですが残念ながら現在売り切れ、もう人気があるんでしょうがないんですよ、そしてこのポロシャツも可愛いでしょ、残念ですがやっぱり人気のためちょっと今は在庫切れとなっております。ですので今紹介した在庫のある商品もですね大変人気なので早くしないとなくなっちゃう可能性がありますので、はい、なるべく早めにチェックするようにしてください。よろしくお願いいたします。さあということでグッズを紹介いたしましたが、はい、楽天ブックスで販売していると今私ご紹介しましたが、私は楽天ブックスというのはそもそもどういうサイトなんですか。そうですね、あの楽天のサービスの一つとなってまして、うんうん、基本的には本をベースメインで、販売させていただいてるんですけれど、はい、今回楽天オープンの、キャンペーンとして特設サイトを作って楽天ブックスの中でこのようなものを販売させていただいてますと、はい、この楽天ジャパンオープンの公式グッズをネットで買えるのはここ楽天ブックスだけなんです。ですのでこちらからチェックしてみてください。はい、いやー、かわいいグッズがたくさんありますので、ね、そうですね、チェックしてみてください。さあということでですねグッズの方をご紹介していきましたが、はい、大会で普通の人では入ることができないようなバックヤード、うん、星野さん見てみたいですよね。見てみたい、やっぱりテニス好きとしては気になりますよね。はい、今日はですね、うん、そんなバックヤードも実際に入れていただきました。すごい、どれ、ちょっとそのバックヤードツアーの様子を VTR でご覧いただきましょう。こちらです、どうぞ。ここからですね普段選手しか通ることができないバックヤードツアーに行けるということですので、ぜひこちらから行きましょう。行ってみましょう。はい、選手はこちらの方から、登場して、こちらの通路
こちらが、コートへの、入場ゲートになっています。そうなんです。これなかなかもう普段見れないですからね。せっかくなのでこちらぜひ歩いてみましょう。かっこよかったですね。普段選手が登場するときってもうあの赤いところから見えるんですけど、その前ってなかなか見れないですし、もちろん僕らが歩くなんてなかなかできないですからね。この道をみんなあの錦織選手とかも通っていたんですよね。そうなんです。すごいですね。実際にくぐり抜けた感想いかがですか？こんななかなか経験できないので、選手が普段こういうのを見ながら緊張者が登場してるんだなっていうのを感じることができて、そうね、ちょうど今ですね、あの見に行った時に選手がですね練習をしててですね、まあ、あの開演前の前だったんですけどね、なかなかこういう練習を同じ角度で見ることも珍しいかなっていうところで、今日の1試合目2試合目に出る選手が練習中になってますね。選手が試合の前、もう本当に間近で見れましたね。これはもうなかなか、それもこんな普段あの選手同士だったりコーチだったりと一緒に練習しているところなんてなかなか見れないので、あ、そうです。これがちょうどあの選手のゲーム感だったり試合前とかに座ってる席だったり、あとはドリンク入ってるところ、そうですね、ちょうどこのスリクソンのあのカンカンの中にあのボールが入ってるんですよね。でこの中でどんどん新しいボールをボールボーイが出してですね、みんなに、はい、あのどんどん新しいボールを使ってますね。いや練習を見られる機会なんてなかなかないですからね。これも貴重な体験だなと思いました。どうでしたか星野さん？いやいい体験してきましたね。すぎる。連れてってください。マオリも行きたい。あんなね、ああいうところを通って、そうですね、あの通って、かつ選手と同じコートのところに立って選手の練習が見れるなんていうのもなかなかできないですからね。そうですね。いやあんなこうなんかこう会場に入っていくところがこう開けてパーって見えてくるとか、やっぱりちょっとテンション上がりますよね。そうですよね。そうですよね。そうなんですよね。すごい細い道からバッと開けたところで、すごいそれも天井が開いてたのでまた明るく感じましたしね。そうですね。選手もきっとこう気持ちも高ぶりながら入場してくるんでしょうね。まあ実際にお客様もいっぱいいらっしゃるわけですからね、もっともっとね気持ちは高ぶると思います。そうですね。星野さんもやっぱりこうステージ上がられる時とか高ぶるんじゃないですか？いやもうドキドキ、まさか高ぶる時もありますよね。あ、そうなんですね。こう選手の試合前みたいな感じで、よし今日はやってやるぞ、今日は爪痕をかく残すぞとやってますね。いや選手の気分を味わったところでですね、この試合大会といえば、はい、エスコートキッズ、いつもいますよね。こう一緒に手つないでくる選手たちと、はい、そんなエスコートキッズの様子も撮ってきましたので実際にご覧いただきましょう。こちらです、どうぞ。はい、ということで最初ちょっと緊張してる様子の2人です。そうですね。入場してきました。もうしっかり手をつないでアテンドできてます。ミラー選手とベルディア選手と手つないで参加して、あ、出てきましたね。いやいい経験ですよね。あ、バスタオル、ちょうどこれと同じやつです ね。選手も同じやつ使ってますからね。素晴らしい。いやこれすごくいい記念ですね。お写真を撮ったこと。チャージだけど、よろしくお願いします。すごい背がでかくて、そうですね、子供たちから見ると余計大きく感じるかもしれないですね。うん、そうですよね。ね、このタオル実際渡してましたね。これで選手と同じタオルお揃いですよ。なんか星野さんが持ってると大きく見えるけど、あの選手が持ってると若干ちっちゃく見えるので、ね、やっぱりね背が大きいから、いやこれは本当にエスコートキッズっていい経験になりますよね。そうですね。やっぱり人気があるんですかね。はい、そうです、うんうん、もうエスコートキッズなんですが、まあ、楽天の方で募集をかけたんですけれど、うん、まあ、何十倍っていうか倍率の応募があってですね、まあ、エスコートキッズだけではなくてですね、楽天はですねその子ども向けっていうところで、キッズテニス教室っていうのもですね開催してまして、まあ、それも同じようにすごい倍率で、今のエスコートキッズもそうですし、当選した子どもたちにとって本当にラッキーなことで、まあ、将来的にはすごい、よりテニスをやるきっかけになるのかなと思いますね。そして今映ってますけども、これ普通のテニスボールとキッズ用のテニスボールって違うんですか？そうなんです。ちょうどここにボール今2つ準備させていただきましたが、はい、ちょっと見ていただくと分かる通り少し大きさ違うんですね、うんうん、で片方が赤と黄色で少し大きくなってまして、うん、並べると分かるんですけど、普通のボールに比べてかなり大きく、あと硬さも柔らかいですね。ちょっと持ってみてください。はい、
あ、本当だ。すごいこっち結構親指が食い込みますよ。柔らかいんですね。そうなんですよ。やっぱりこう一応この赤いボールがですね、だいたい5歳から、まあ、小学生までですね、小学生以下までを対象としているものではあるんですけれど、うんうん、やっぱり子どもたちってなかなか力加減もできないっていうところで、うんうん、やっぱこの柔らかいボールを使うとですね、大人と一緒にやろうが子ども同士でやってもですね、やっぱりラリーが長く続くんですね。でそれがやっぱり子どもたちにとっては楽しくなって、結果として上手くなるというところもありますので、ちょっと試しに1回バウンドさせてみてください。じゃあ同じ高さからいきます。はい、おー、必要な方が低いですね。これぐらいの差がありますね。そうなんですよ。やっぱりその大きく弾むとですね、子供たちからするとやっぱり返すのが難しくなっちゃうので、あ、まあ、こういうふうに少し弾まなく柔らかいボールっていうのが作られてますね。なんでちょうど本当に今回あの見に行った親御さんたちもですね、子供たちにテニスやらせたいっていう時にはぜひいきなりこの硬いボール使うのではなく、こう柔らかいボールを使ってもらうといいかなとは思いますね。じゃあ初めてやる人とかも柔らかい方が打ちやすいか。痛くないですよ。痛くないびっくりしました。痛いけどこっち痛くないですもん。はい、そうですよね。楽天市場の方にもですね、キッズ用のテニスボールっていうのがですね、販売されてますので、ぜひこちらでも見てみて、チェックしてみてください。こんな感じですね。はい、さあということでキッズボールご紹介いたしましたが、私実際に会場に行ってびっくりしたんですが、有明コロシアムって屋根が開いたり閉じたりするんですね。そうなんです、画期的の。そうなんです。もともと30年ぐらい前に、有明コロシアムっていうのはできたんですね、うんうん、ただですね、できた当時っていうのは屋根がなかったんですよ。へー。ただやっぱり先ほどお話ししたように ATP500 という形でやっぱり国際的に大きな大会としてやるのに屋根がないっていうのはですね、なかなか許されないというかですね、厳しい部分があって、そのできてから4年後屋根が作られたっていう形になっていて、で、あ、ちょうど今映像も出ましたね。ちょっとこれ屋根開いてる時はですね、本当にその有明コロシアムからですね、少し飛び出したような形になるんですけれど、はい、徐々に閉まっています。これでも5倍速なんですけれど、はい、やっぱりそれでもこのゆっくり、やっぱりこの開いたり閉まったりするのにですね、20分から30分ぐらい時間かかってしまうっていうところは少しあるんですけれど、でもこれ全天候型でできますからね。はい、うんうんうん、でやっぱり開いてる時と閉まってる時とだいぶ雰囲気が違いますよね。そうなんですよ。開いてる時はすごい開放感があるんですが、うん、閉まってる時はかっこよくてなんか集中できる感じがあって、まあ、両方楽しめたので今日はすごくいい経験というか、いい体験ができたな。そうですね、はい、そうですね。なかなかないですよね。なんか錦織選手が登場してくる前に屋根が開いたんですね、うん、でそして錦織選手が そこに登場してきて、うん、かっこよかったですよね。そうですね、もうすごい明るい中にも錦織選手が登場して、うん、まあ、会場のボルテージも本当にグッと上がってですね。そう、いやあれはいい経験だったし、うん、こんな風になってるんだなってなんかちょっとこう閉まる様子を見ているのも面白かったですね。そうですね、なかなかそれも見れないものですから、うん、センターコートってなかなか入る機会がないですからね。そうですね。さあ、そんな錦織選手なんですが、今日はちょっと残念だったんですが、錦織選手のルーツが分かる本が発売になっております。こちらもですね、楽天ブックスでチェックすることができるんですが、和田さん、こちらはどんな本なんでしょうか。そうですね、私これ一通り全部読ませていただいたんですけれど、うん、まあ、錦織選手のこれまでをすべて書かれているものですね、うん、そもそも錦織選手どんな選手かなっていうところも書かれてまして、はい、まあ、簡単に紹介させていただくとですね、5歳からテニスを始めて2007年のちょうどこのタイミング、はい、有明のジャパンオープンでですね、プロ転向したんですね、うん、でそこから 4ヶ月後の2008年のデルレイビーチで ATP、 先ほどあった通り250にはなるんですけれど、そこで ATP ツアー初めて優勝して、ただそこから2009年以降少し怪我で苦しんで順位を落としてしまって、ただそこから復帰して2012年のまたジャパンオープンでですね、優勝したことであったり、まあ、皆さんの記憶に新しいと思うんですけど、2014年の US オープンの準優勝の話だったり、2014年楽天オープンも優勝してますので、まあそういうところいろいろ書かれてて、じゃあ錦織選手にとってこの楽天ジャパンオープンっていうのは結構こう節目に当たる大会でもあったんですね。そうなんですよ。だからこそ本人のこの大会に対するモチベーションっていうのは、意気込みっていうのはすごかったと思うので、より本当に残念ですね。そしてね、この本のね最初のところにはこの錦織選手の小学校の時のですね、作文が書かれたりしてるんです。書いてあったり、お写真まで。そう、かわいいですね。かわいい。
でね、ここね読んでみると、この僕はテニスのラリーが長く激しく続くところが好きです。まあ、今のプレイスタイルをもうこの時から確立してますよね、うん、そうですよね。あとね、チャンスボールが来た時強いボールを打つのが好きです。まさにエア系のことじゃないですか。そうですね、うん、そういうところを言ってますよね、このタイミングから。そうだからね、実際にこの本を一通り読んでから、うん、あの試合を見るとまたね、一味違った見方ができるんじゃないかなと思いますので、うん、そうですね、これまで錦織選手の苦しみだったり頑張りだったり、その上で出た結果、なので錦織選手がどういうところが得意でどういうところが苦手だとかっていうことも書いてあるので、一個一個のプレーを見たときにいろいろ分かることができるので、見方が変わってくると思いますね。そう、他もですね、錦織選手のこうブログの抜粋だったりとかが全部収められた本になっております。この本ですね、レビューのご好評の声もたくさんいただいておりまして、こちら錦織さんの精神的強さの源が少しでも理解できればと思い購入しました。飽きないです、面白いと思います、であったりとか、あとね、ハマってますとか、あと他にもですね、応援の意味を込めて購入、読みやすいですなど、本当にいろいろご好評の声もいただいているんです。最初の方には写真もたくさんついてますしね、うん、星野さん、はい、いっぱいついてるんですよ。なんかこんなね、収蔵チャレンジの時の写真とかもありますね。あ、ちょうどこれいい写真、 US オープン準優勝した時ですね。ね、やってる時からこんなオフショットみたいなね、爽やかな錦織選手がねいたりとか、うんうん、うわ、なんか好きになっちゃいますね、本当に身近に感じるこの本を読む、なんかそうですね、近くに感じますね。あ、確かにそれもあるかもしれないですね。見てください、これ肉体美もございます。ほら、いい体してます。いや、見れない、こんな上半身いい体、はい、そういったプレーしてる姿もたくさん載っていますし、うんうん、錦織選手の思いもたくさん入ってますからね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。この楽天スーパーライブ TV の画面のすぐ下、こちらからもチェックすることができます、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあ、ということでですね、ここでですね、いよいよこちらサインございますけども、うん、こちら楽天ブックスよりプレゼントキャンペーンのお知らせでございます。こちらですね、はい、10月7日10時より錦織選手の直筆サイングッズプレゼントキャンペーンが始まります。こちらですね、ご紹介していきましょう。錦織選手のサイン入りラケット、おー、いいな、すごいですね。サインラケットなんかなかなか手に入らないですからね。試合に向けて見せてあげてください、ね、はい、サイン入りでございます。ただこれ握ったら、そうですね、このまま握っちゃうとちょっとボロボロになっちゃうんで、もったいなくて使えないですね。もう飾ってください。もしくは楽天市場でグリップテープを買って、はい、守る、綺麗に巻いてください。なるほど、グリップためのグリップもあるんですね。そうです。さあ、そして他には、はい、錦織選手サイン入り色紙5名様、こちらですね、じゃーん、はい、こちらです。そしていい、ね、錦織選手サイン入り楽天ジャパンオープン2016公式プログラム、じゃーん、はい、こちらにサインも入ってます。すごいな、こちらもプレゼントとなっております。うん、さあ、ということでですね、キャンペーンにエントリーして楽天ブックスで対象商品を合計1200円以上購入した方の中から抽選で、はい、こちらの錦織選手のサイン入りグッズを合計9名様にプレゼントいたします。9名か、入れるかな、ぜひぜひ皆さんご応募ください。こちらですね、昨日錦織選手が大会会場でサインしてくださったと私聞いております。出来たてほやほやでございます。あ、かわいい、あんまりかわいい、かわいい、かわいい、触りまいときましょう。キャンペーンはですね、10月7日の10時から始まりますので、詳細は楽天ブックスのジャパンオープン公式グッズページからぜひチェックしてみてください。こちらです、はい、画面映りますかね、はい、こちらからまだね、オープンしていないんですが、10月7日10時からエントリー開始となっております、うん、
さあ皆さんぜひぜひチェックしていただきたいと思います。欲しいな、これちょっとこの生放送に出たからちょっと優遇されるか、優遇されません、ないです、申し訳ございません、厳正なる抽選になっております、はい、さあということでですね、今日は楽天ジャパンオープンスペシャルということでお送りしてまいりました、はい、最後にですね、うん、エンディングでございます。お、もう早いですね、生放送。じゃあまずは楽天テニス部部長の和田康政さん、なんかこうまだ言い残していることはございますか？そうですね、本当に今日は一日楽しい取材だったり、選手との選手の練習を間近で見たりと、なかなか経験できないことをさせていただいて本当にありがたかったです。本当にいい経験になりました。ありがとうございました。まあ、今後もよりテニスをやっていきたいなってますます強く思いましたね。そうですよね。ちなみにこの和田さんの今日のお衣装はじゃん、後ろ見てください。そうですね、お、あ、これちょっと中腰になってもらっていいですか？じゃじゃん、楽天ジャパンオープンのね、これちょうど先ほどお話しした、キッズテニスをやった時のスタッフ T シャツにはなってしまうんですけどね、うん、ちょっとこういうイベントもやっているので、うんうん、ぜひぜひ、楽天の方をいろいろ見ていただければなと思いますので、今日一日私も和田さんとですね、楽天ジャパンオープン見させていただいたんですけども、和田さんの解説が熱くてですね、私もテニス熱がだんだんと高まってきました、本当に分かりやすくありがとうございました。ありがとうございました。そしてですね、今日はゲストのグラビアアイドルの星野真織さん、はい、最後に番組をご覧の皆さんにお知らせありましたら、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、この度ですね、私星野真織の、4枚目のグラビア DVD 従順願望が、11月18日に発売されます。そうですね、タイトル通りの、従っちゃいますっていう感じの DVD で、いい仕上がりになってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということでこちらもぜひチェックしてみてください、はい、お願いします。さあそしてね、最後にお知らせしました楽天ブックスよりプレゼントキャンペーン、10月7日10時からでございます。楽天ブックスよりチェックしてみてください。はい、ぜひぜひね。さあ今日は楽天スーパーライブ TV でしか見せることのないバックヤードツアーなどの様子もお送りいたしましたが、皆さん満足いただけましたでしょうか。さあ明日もですね、楽天スーパーライブ TV は生放送でございます、はい、明日の楽天パさんはナチュラルアズーロさん、スタジオに来てくださいます。明日はおせちをご紹介してくれるみたいです。もうそんな季節ですね。そんな時期ですね。そして明日のゲストさんはアイドルの KNU さんです。こちらもお楽しみに、うん、明日は MC をパワフルコンビューさんにバトンタッチです。明日も夜9時から生放送、ぜひ見てください。では最後はあちらのカメラに向かってバイバイでお別れしましょう。それではまた明日、バイバイ。バイバイ。ジャパンオープン公式グッズ特設サイトでも買うことができます。楽天ジャパンオープンの公式グッズがネットで買えるのは楽天ブックスだけです。ぜひチェックしてみてください。はい、ということでこのようにですね、楽天ブックスには楽天ジャパンオープン2016大会オリジナルグッズのサイトがあるんです。楽天ジャパンオープンオリジナルグッズ発売販売中と書いてありまして、はい、このようにね、商品をチェックすることができるんですが、はい、今日は特別にこちらじゃじゃん、スタジオにもございます。ちょっと見ていきましょう。見ましょう見ましょう、いっぱいありますね。はい、まずはですね、こちら、うん、モバイルパスケースです。じゃーん、黒と白があります。携帯の裏に貼ってスイカだったり、ね、パスモだったりを入れるかやものですね。はい、こんな形になっております。かわいいですよね。しかもロゴがしっかりと入っております、うんね、プレミアム感が、ロゴがあるだけで全然違いますね。そうなんですよ。そしてモバイル系で言いますと、もう一つ、はい、こちらじゃん、モバイルリングホルダーです。うんうんうん、じゃじゃん、あ、これ便利ですよね、これ、うん、そう、これ指に引っ掛けてね、落とさないように。これもちゃんと楽天ジャパンオープンのロゴが入っております。いいな、かわいいですよね、うん。さあそして他にはですね、はい、こっち行こうかな、ケース付きイヤホン、しっかりして
おります。こちらももちろん楽天ジャパンオープンテニスチャンピオンシップ2016ロゴ付きでございます。じゃーん。そしてそしてこちら、こちらがリストバンドです。じゃーん、かっこいい。 ATP500 東京っていう刺繍もされてますね。これ本当にここでしか買えないものですね、間違いなく。テニスってリストバンド結構しますよね。そうですね、選手みんなしてますね。錦織選手もしてますし、ね、ちょうど今年は赤いウェアに合わせて赤いリストバンドしてたので、リストバンドっていうのは結構ウェアに合わせていろんな色いろんなものを持ってていいものなので、ぜひこういうのもいいですよね。可愛いですからぜひチェックしてみてください。今紹介したこのモバイルパスケース、モバイルリング、こちらのリストバンド、ケース付きイヤホン、こちらはですねまだ在庫がありますのでお早めにチェックしてみてください。はい、そしてですねこちら、じゃあいきましょう。こちらのリングノート、じゃん、はい、こちらすごいですよ。このロゴはもちろん、うん、中を開きますと、じゃーん、中にも中にも一枚一枚全部ロゴがついてるんです、ほら、すごいね、裏も表もすごいね、高級感もありますしね、うん、かっこいい青色なので、うん、まあ、テニスのねこの思い出を綴ったりとか、そうですね、戦略を綴ったりとかですね、戦略を綴ったりとかもいいと思いますし、うん、もちろん学生の方とかお勉強の時にね、そうですね、使われてもいいと思います、ちょうど今テニスの人気の一つであるベイビーステップとかは本当にノートで戦略を書くっていうのが、まあ一応中身漫画の中ですごい描かれてるので、まあそういうところでもぜひノートっていうのは大事になってくるかなと思いますね。これちょっと自慢できますよね。そしてそしてこちら、お二人の手元にありますこちらバスタオルでございます。フィラのバスタオル、こちらも公式グッズ、楽天ジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2016としっかりロゴも入っておりますし、お二人肌触りいかがですか。すごいいいですよ。ふわふわ、今治タオルとコラボしてるっていう形で、ね、すごい吸水力もありそうですよね、うん、これテニスの時に実際に、そうなんです、僕もよく使ってまして、うん、もうこれ本当に7年ぐらい連続で購入してます。本当にすごい重宝してます。こちらのですね今紹介したこのバスタオル、結構大きめですししっかりしてます。そうと、うん、リングノート、うん、こちらはですね在庫わずかですが、今回楽天スーパーライブ TV の視聴ページからも、視聴ページにも写真が出ております。こちらクリックしていただきますとチェックすることができます。こちらとこちらですね、うん、ぜひこちらクリックしてチェックしてみてください。はい、はい、ということで今はですね在庫がある商品をご紹介したんですが、はい、このね可愛らしいダイナックスのこの、うん、カップ、うん、こちら可愛いんですが残念ながら現在売り切れ、もう人気があるんでしょうがないんですよ、そしてこのポロシャツも可愛いでしょ、残念ですがやっぱり人気のためちょっと今は在庫切れとなっております。ですので今紹介した在庫のある商品もですね大変人気なので早くしないとなくなっちゃう可能性がありますので、はい、なるべく早めにチェックするようにしてください。よろしくお願いいたします。さあということでグッズを紹介いたしましたが、はい、楽天ブックスで販売していると今私ご紹介しましたが、私は楽天ブックスというのはそもそもどういうサイトなんですか。そうですね、あの楽天のサービスの一つとなってまして、うんうん、基本的には本をベースメインで、販売させていただいてるんですけれど、はい、今回楽天オープンの、キャンペーンとして特設サイトを作って楽天ブックスの中でこのようなものを販売させていただいてますと、はい、この楽天ジャパンオープンの公式グッズをネットで買えるのはここ楽天ブックスだけなんです。ですのでこちらからチェックしてみてください。はい、いやー、かわいいグッズがたくさんありますので、ね、そうですね、チェックしてみてください。さあということでですねグッズの方をご紹介していきましたが、はい、大会で普通の人では入ることができないようなバックヤード、うん、星野さん見てみたいですよね。見てみたい、やっぱりテニス好きとしては気になりますよね。はい、今日はですね、うん、そんなバックヤードも実際に入れていただきました。すごい、ので、ちょっとそのバックヤードツアーの様子を VTR でご覧いただきましょう。こちらです、どうぞ。ここからですね普段選手しか通ることができないバックヤードツアーに行けるということですので、
ぜひこちらから行きましょう。行ってみましょう。はい、選手はこちらの方から、登場して、こちらの通路、こちらが、コートへの、入場ゲートになっています。そうなんです。これなかなかもう普段見れないですからね。せっかくなのでこちらぜひ歩いてみましょう。かっこよかったですね。普段選手が登場するときってもうあの赤いところから見えるんですけど、その前ってなかなか見れないですし、もちろん僕らが歩くなんてなかなかできないですからね。この道をみんなあの錦織選手とかも通っていったんですよね。そうなんです。すごいですね。実際にくぐり抜けた感想いかがですか？こんななかなか経験できないので、選手が普段こういうのを見ながら緊張者が登場してるんだなっていうのを感じることができて、そうなんです。ちょうど今ですね、あの見に行ったときに選手がですね練習をしててですね、まあ、あの開演前の前だったんですけどね、なかなかこういう練習を同じ角度で見ることも珍しいかなっていうところで、今日の1試合目2試合目に出る選手が練習中になってますね。選手が試合の前、もう本当に間近で見れましたね。これはもうなかなか、それもこんな普段あの選手同士だったりコーチだったりと一緒に練習しているところなんてなかなか見れないので。あ、そうです。これがちょうどあの選手のゲーム感だったり試合前とかに座ってる席だったり、あとはドリンク入ってるところ、そうですね、ちょうどこのスリクソンのあのカンカンの中にあのボールが入ってるんですよね。でこの中でどんどん新しいボールをボールボーイが出してですね、みんなに、はい、あのどんどん新しいボールを使ってますね。いや練習を見られる機会なんてなかなかないですからね。これも貴重な体験だなと思いました。どうでしたか星野さん？いやいい体験してきましたね。すぎる。連れてってください。マオリも行きたい。あんなね、ああいうところを通って、そうですね、あの通って、かつ選手と同じコートのところに立って選手の練習が見れるなんていうのもなかなかできないですからね。そうですね。いやあんなこうなんかこう会場に入っていくところがこう開けてパーって見えてくるとか、やっぱりちょっとテンション上がりますよね。そうですよね。そうですよね。そうなんですよね。すごい細い道からバッと開けたところで、うんうん、すごいそれも天井が開いてたのでまた明るく感じましたしね。そうですね。選手もきっとこう気持ちも高ぶりながら入場してくるんでしょうね。うん、まあ実際にお客様もいっぱいいらっしゃるわけですからね、うんうん、もっともっとね気持ちは高ぶると思います。そうですね。星野さんもやっぱりこうステージ上がられる時とか高ぶるんじゃないですか？いやもうドキドキ、まさか高ぶる時もありますよね。あ、そうなんですね。こう選手の試合前みたいな感じで、よし今日はやってやるぞ、爪痕を書く、残すぞとやってますね。いや選手の気分を味わったところでですね、うん、この試合大会といえば、はい、エスコートキッズ、うん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 、いつもいますよね。こう一緒に手つないでくる選手たちと、はい、うんうん、そんなエスコートキッズの様子も撮ってきましたので実際にご覧いただきましょう。こちらです、どうぞ。はい、ということで最初ちょっと緊張している様子の2人ですね。そうですね。お、入場してきました。おー、しっかり手をつないでアテンドできてます。ミラー選手とベルディア選手と手つないで参加して、あ、出てきましたね。いやいい経験ですよね。あ、バスタオル、ちょうどこれと同じやつです ね。選手も同じやつ使ってますからね。素晴らしい。いやこれすごくいい記念ですね。お写真を見たこと、そうですね、子供たちから見ると余計大きく感じるかもしれないですね。そうですよね。ね、このタオル実際渡してましたね。これで選手と同じタオルお揃いですよ。なんか星野さんが持ってると大きく見えるけど、あの選手が持ってると若干ちっちゃく見えるので、ね、やっぱりね背が大きいから、いやこれは本当にエスコートキッズっていい経験になりますよね。そうですね。やっぱり人気があるんですかね。はい、そうです、うんうん、もうエスコートキッズなんですが、まあ、楽天の方で募集をかけたんですけれど、うん、まあ、何十倍っていうか倍率の応募があってですね、まあ、エスコートキッズだけではなくてですね、楽天はですねその子ども向けっていうところで、キッズテニス教室っていうのもですね開催してまして、まあ、それも同じようにすごい倍率で、今のエスコートキッズもそうですし、当選した子どもたちにとって本当にラッキーなことで、まあ、将来的にはすごい、よりテニスをやるきっかけになるのかなと思いますね。そして今映ってますけども、これ普通のテニスボールとキッズ用のテニスボールって違うんですか？そうなんです。ちょうどここにボール今2つ準備させていただきましたが、はい、ちょっと見ていただくと分かる通り少し大きさ違うんですね、うんうん、で片方が赤と黄色で少し大きくなってまして、うん、並べると分かるんですけど、普通のボールに比べて
かなり大きく、あと硬さも柔らかいですね。ちょっと持ってみてください。はい、あ、本当だ、すごい、こっち結構親指が食い込みますよ。柔らかいんですね。そうなんですよ、やっぱりこう、一応この赤いボールがですね、だいたい5歳からまあ、小学生までですね、小学生以下までを対象としているものではあるんですけれど、やっぱり子どもたちってなかなか力加減もできないっていうところで、やっぱこの柔らかいボールを使うとですね、大人と一緒にやろうが子ども同士でやってもですね、やっぱりラリーが長く続くんですね。でそれがやっぱり子どもたちにとっては楽しくなって、結果として上手くなるというところもありますので、ちょっと試しに1回ちょっとバウンドさせてみてください。じゃあ同じ高さからいきます。えい、おー、必要の方が低いですね。これぐらいの差がありましたね。そうなんですよ、やっぱりその大きく弾むとですね、子供たちからするとやっぱり返すのが難しくなっちゃうので、まあこういうふうに少し弾まなく柔らかいボールっていうのが作られてますね。なんでちょうど本当に今回あの見に行った親御さんたちもですね、子供たちにテニスやらせたいっていう時にはぜひあのいきなりこの硬いボール使うのではなく、こう柔らかいボールを使ってもらうといいかなとは思いますね。じゃあ初めてやる人とかも柔らかい方が打ちやすいか、痛くないですよ。痛くないびっくりしました。痛いけどこっち痛くないですもん、はい、そうですよね、あの楽天市場の方にもですね、キッズ用のテニスボールっていうのがですね、販売あのされてますので、ぜひこちらでも見てみてチェックしてみてください。こんな感じですね。はい、さあということでキッズボールご紹介いたしましたが、私実際に会場に行ってびっくりしたんですが、有明コロシアムって屋根が開いたり閉じたりするんですね。そうなんです、画期的の。そうなんです、もともと30年ぐらい前に、有明コロシアムっていうのはできたんですね、ただですね、できた当時っていうのは屋根がなかったんですよ。へー、ただやっぱりあの先ほどお話したように ATP500 という形でやっぱり国際的に大きな大会としてやるのに屋根がないっていうのはですね、なかなかあの許されないというかですね、厳しい部分があって、そのできてから4年後あの屋根が作られたっていう形になっていて、で、あ、ちょうど今映像も出ましたね。ちょっとこれ屋根開いてる時はですね、本当にその有明コロシアムからですね、少し飛び出したような形になるんですけれど、はい、徐々に閉まっています。これでも5倍速なんですけれど、はい、やっぱりそれでもこのゆっくり、やっぱりこの開いたり閉まったりするのにですね、20分から30分ぐらい時間かかってしまうっていうところは少しあるんですけれど、でもこれ全天候型でできますからね。はい、でやっぱり開いてる時と閉まってる時とだいぶ雰囲気が違いますよね。そうなんですよ、あの開いてる時はすごい開放感があるんですが、閉まってる時はかっこよくてなんか集中できる感じがあって、まあ両方楽しめたので今日はすごくいい経験というか、いい体験ができたな。そうですね、はい、そうですね、なかなかないですよね。なんか錦織選手が登場してくる前に屋根が開いたんですね、でそして錦織選手が そこに登場してきて、かっこよかったですよね。そうですね、もうすごい明るい中にも錦織選手が登場して、まあ、会場のボルテージも本当にグッと上がってですね。そういやあれはいい経験だったし、こんな風になってるんだなってなんかちょっとこう閉まる様子を見ているのも面白かったですね。そうですね、なかなかそれも見れないものですから、センターコートってなかなか入る機会がないですからね。そうですね、さあそんな錦織選手なんですが、今日はちょっと残念だったんですが、錦織選手のルーツが分かる本が発売になっております。こちらもですね、楽天ブックスでチェックすることができるんですが、和田さん、こちらはどんな本なんでしょうか。そうですね、私これ一通り全部読ませていただいたんですけれど、錦織選手のこれまでをすべて書かれているものですね。そもそも錦織選手どんな選手かなっていうところも書かれてまして、簡単に紹介させていただくとですね、5歳からテニスを始めて2007年のちょうどこのタイミング、有明のジャパンオープンでですねプロ転向したんですね、でそこから 4ヶ月後の2008年のデルレイビーチで ATP、 先ほどあった通り250にはなるんですけれど、そこで ATP ツアー初めて優勝して、ただそこから2009年以降少し怪我で苦しんで順位を落としてしまって、ただそこから復帰して2012年のまたジャパンオープンでですね優勝したことであったり、まあ、皆さんの記憶に新しいと思うんですけど、2014年の US オープンの準優勝の話だったり、2014年楽天オープンも優勝してますので、まあそういうところいろいろ書かれてて、じゃあ錦織選手にとってこの楽天ジャパンオープンというのは結構こう節目に当たる大会でもあったんですね。そうなんですよ、だからこそ本人のこの大会に対するモチベーションっていうのは、意気込みっていうのはすごかったと思うので、より本当に残念ですね。そしてね、この本のね最初のところにはこの錦織選手の小学校の時のですね
作文が書かれたりしてるんです。書いてあったり、お写真まで、そう、かわいいですね。かわいい。でね、ここね、読んでみると、この僕はテニスのラリーが長く激しく続くところが好きです。まあ、今のプレイスタイルをもうこの時から確立してますよね、うん、そうですよね。あとね、チャンスボールが来た時強いボールを打つのが好きです。まさにエア系のことじゃないですか。そうですね、そういうところを言ってますよね、このタイミングから。そうだからね、実際にこの本を一通り読んでから、うん、あの試合を見るとまたね、一味違った見方ができるんじゃないかなと思いますので。そうですね、これまで錦織選手の苦しみだったり頑張りだったり、その上で出た結果、なので錦織選手がどういうところが得意でどういうところが苦手だとかっていうことも書いてあるので、一個一個のプレーを見たときにいろいろ分かることができるので、見方が変わってくると思いますね。そう、他はですね、錦織選手のこうブログの抜粋だったりとかが全部収められた本になっております。この本ですね、レビューのご好評の声もたくさんいただいておりまして、こちら錦織さんの精神的強さの源が少しでも理解できればと思い購入しました。飽きないです、面白いと思いますであったりとか、あとね、ハマってますとか、あと他にもですね、応援の意味を込めて購入、読みやすいですなど、本当にいろいろご好評の声もいただいているんです。最初の方には写真もたくさんついてますしね、うん、星野さん、はい、いっぱいついてるんですよ。なんかこんなね、収蔵チャレンジの時の写真とかもありますね。あ、ちょうどこれ、いい写真、US オープン準優勝した時ですね。テニスのね、やってる時からこんなオフショットみたいなね、爽やかな錦織選手がね、いたりとか、うんうん、うわ、なんか好きになっちゃいますね、本当に身近に感じるこの本を読む、なんかそうですね、近くに感じますね。あ、確かにそれもあるかもしれないですね。見てください、これ肉体美もございます。ほら、いい体してます。いや、見れない、こんな上半身いい体。はい、そういったプレーしてる姿もたくさん載っていますし、うんうん、錦織選手の思いもたくさん入ってますからね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。この楽天スーパーライブ TV の画面のすぐ下、こちらからもチェックすることができます。はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあ、ということでですね、ここでですね、いよいよこちらサインございますけども、うん、こちら楽天ブックスよりプレゼントキャンペーンのお知らせでございます。こちらですね、はい、10月7日10時より錦織選手の直筆サイングッズプレゼントキャンペーンが始まります。こちらですね、ご紹介していきましょう。錦織選手のサイン入りラケット、おー、いいなー、すごいですね。サインラケットなんかなかなか手に入らないですからね。してあげてください。はい、サイン入りでございます。ただこれ握ったら、そうですね、このまま握っちゃうとちょっとボロボロになっちゃうんで、もったいなくて使えないですね。もう飾ってください。日曜日、時刻は9時になりました。こんばんは、遠塚奈美子です。さあ、今夜はですね、現在開催中の楽天ジャパンオープン特集ということで、会場での取材の様子も織り交ぜながらお送りいたしますので、ぜひ最後までお付き合いください。さあ、早速ですが、今日のゲストをご紹介しましょう。今日のゲストはグラビアアイドルの星野真織さんと楽天テニス部部長の和田康正さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、セットにもたくさんテニスを散りばめているんですが、はい、お二人の衣装も、星野さん、こちらは、はい、こちらは、これはですね、中学生の時の、あの、本当に使っていた試合の時に着ていたユニフォームです。かわいい、すごい短いんですよ。え、中学の時、じゃあテニス部だったってことですね。そうです、そうです、テニス部で、ちょっと、じゃあ素振り一回だけ、ちょっと素振りしていいですか。素振りしちゃっていただいて。いきますよ。えい、いやー、ありがとうございます。おお、すごいノリノリ。 ありがとうございます。そうなんです、すごいこれ、はい、見えちゃいそうで今ドキドキしてます。いや、こちらもドキドキしてます。あの、テニス部部長が一番ドキドキしてると思います。部員が見てると思いますが、今日は楽天テニス部部長の和田さんと一緒にですね、はい、楽天ジャパンオープン行ってきましたね。はい、お、は
ラスさん楽しかったですね。そうですね、普段なかなか見れないところを見ることができましたし、何よりもプロの選手のプレーを近くで見れたことが嬉しかったですね、ですからその様子もですねこの後 VTR で流していきますのでぜひぜひお付き合いください。さあそれではですねまずはこちらの画面に向かって、タイトルコールしていきましょう。はい、じゃあいきますよ、せーの、楽天スーパーライブ TV スタート。さあということで本日はゲストにグラビアアイドルの星野真織さんと楽天テニス部部長の和田康正さんをお招きしております。改めて星野さんのプロフィール見ていきましょう、はい、こちらです。はい、普段はグラビアアイドルさんなんですね。ミスフラッシュ2015グランプリ受賞ということで、はい、趣味にはきっちりテニス、はい、書いてあります。ございます。素振りも見せていただきまして、はい、そんなねテニス大好きな星野さんと一緒にお送りしていこうと思います。はい、さあまずはですね本日の目玉商品のご紹介していきましょう。今日の目玉はこちらです。はい、今日の目玉商品は有楽製菓アイショップさんの有楽製菓ハロウィンサンダーセット、お値段が2404円です。こちらはハロウィン限定、数量も限定のお菓子セットです。内容はブラックサンダーミニバー、白いブラックサンダー、東京サンダーの3種類、小分け袋が無料なので渡すときにとっても便利です。楽天スーパーディール対象商品なので 20% のポイントバック、今だけのとってもお得な商品です。さあ今日の目玉は私のが出ている画面のすぐ下、こちらをチェックしていただきますと詳細ページに行くことができます。ぜひチェックしてみてください。今日の目玉商品のご紹介でした。おっとっとっと、ちょっと映っていますけども、じゃじゃーん、今日はですねこちら錦織選手のサイン入りのプレゼントがあるキャンペーンも後ほど番組の最後にご紹介いたしますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、さあそれではですね早速ね楽天、ジャパンオープンについてお話をしていきたいと思うんですが、まずは和田さん、楽天ジャパンオープンとはどのような大会なんでしょうか。はい、そうですね、楽天ジャパンオープンはですね、ATP500 というカテゴリーに属した試合にはなってはいるんですけれど、ちょっとここで一応 ATP のカテゴリーの仕組みについて簡単に説明させていただければと思います。はい、さあ今日ですね、図が出る予定だったんですが、カテゴリー分けになってるんですよね。そうですね、三角形、そうですね、三角形のカテゴリーになっていまして、一番上からグランドスラム、ATP マスターズ1000、ATP500、ATP250、チャレンジャーズ、フューチャーズというカテゴリーになっていまして、グランドスラムというのがもちろん皆さんお聞きしたこともあるかと思うんですけど、全米、全仏、全豪、ウィンブルドンの4つになっていまして、聞いたことあります。その下に、ATP マスターズ1000というのがあります。で、この ATP のツアーに対してそれぞれのカテゴリー、それぞれの順位に対してポイントが設定されていまして、1年間に各選手が取得したポイントの、合計がより多くの上位8名がですね、出られる大会が ATP ツアーファイナルという大会がありますと、2014年に日本人で初めて ATP ツアーファイナルに出たのが錦織選手になってます。先ほどお話した通り ATP500 っていうのがですね、ちょうど今ですね、今出ましたね、こちらにある通り、はい、ATP500 というのはですね、ATP のカテゴリーの中で上から3つ目、ほうほう、先ほどお話した通りグランドスラムが4つ、はい、ATP マスターズが9都市で試合をやっている、その次に大きなカテゴリーの試合になってます。はい、なのでそれどれだけジャパンオープンが大きな大会かっていうのが分かりま す、ね、日本で唯一の ATP ツアーの大会になってるんですね。日本で一番大きい大会といっても過言ではないぐらい、ね、うん、ということなんですね。はい、まあ、それだけ大事な試合だったわけなんですが、錦織選手残念ながら今日は途中棄権となってしまいました。いやでも私たちね、その試合最初から見てたんですよ、会場で。はい、本当に最初3ゲーム先取して、ものすごく勢いあったんですよね。そうですね、まあ、ちょっとプロの解説者じゃないので、本当一テニス好きとしてのコメントになってしまう部分もあるんですけれど、
やっぱりソウザ選手はですね、やっぱ格上に挑戦するっていうことでかなりアグレッシブで強気なプレーをしている中、錦織選手が余裕を持ってラリーでも打ち勝ち、サーブでもしっかりポイントを取って最初3ゲーム連取したんですよね、もうこれはいけるだろうって会場の誰もが思ったところで、やはりここで連戦のやっぱ疲れが出たんでしょうね。前後オリンピック出敗と、やはり錦織選手は熱戦激戦を繰り広げてますから。そうですよね、だってオリンピックも出てましたからね、なので、そんな中で3ゲームとはいえやっぱりすごい試合を見せていただいたので、やっぱりすごいなっていう感動はありましたね。そうですね、私も実際に初めて錦織選手のプレーを間近で見たんですが、すごく球も速いですし、迫力もありますし、競ってるんだけど最終的にゲームを取るのは錦織選手っていうね、こう粘り強い勝負強いところも見ることができて、ただやっぱりもうちょっと最後まで試合見たかったなって見たかったですね。ありましたけどもね、まずはですね、その会場の様子 VTR でご覧ください。それではどうぞ。どうぞ。有明テニスの森にやってきました。楽天ジャパンオープン、いやー和田さん盛り上がってますね。そうですね、今日はですね、普段なかなか見ることができないバックヤードも少し見せていただけるみたいですよ。おー楽しみです。楽天スーパーライブ TV だけの独占映像もあるかもしれません。早速行ってみましょう。行きましょう。はい、ということでこれ実際にですね、会場の様子なんです。そうですね、この時ちょうど闇が閉まってて、こんな感じで選手が試合やってましたね。でちょうどこれがですね、ベルギア選手の時の試合だったんですけど、ベルギア選手第3シードだったんですけど、残念でながら負けてしまったんですけど、ちょうど今のも試合終わった後、選手からプレゼントという形でボールを配ってましたね。あのようにボールを上に打ったりするんですよね。そうですね、参加者にプレゼントですね。あ、見たことあるやつ、あのカメラに向かって。そうなんです、サイン、あれ書いてみたいですよね。やってみたいですね。やってみたいですよね、ちょっとね、後で私体験してきたんで、それはちょっと後で見てくださいね。そうなんです、本当いろいろな、ね、ことができ、会場内本当に楽しかったですね。そうですね、やっぱり人もすごいいっぱいで活気もありましたし、選手の近くで見れるっていうのもやっぱりすごい盛り上がりが出ますよね。そうですね、本当に海外で活躍しているような本当に有名なプロの選手も見ることができましたから、これは貴重な体験でしたね。日本でその海外のトッププロのテニスが見れるっていうのはやっぱりここしかないですからね。いいな。そうなんですよ。でなんか会場に行って初めて気づいたことがあって、掛け声みたいなのもあるんですね。そうなんですよ、テニスはマナーのスポーツと言われているので、プレー中だったりプレーの直前で発声をすることをマナー違反とされてはいるんですけれど、ね、やっぱりそのポイントを取った後だったり、応援している選手をより鼓舞するためにですね、ゴー、ケーだったりバモスだったりカモンだったりと、いろんな掛け声をする、応援ですね、やっぱりしているのがあるので、やはりそのぜひ応援した時にはですね、本当にお気に入りの選手がいればそういう掛け声もするっていうのも楽しみの一つかなと思いますね。面白かったですよ。さあみたいなやつですよね、卓球。そうですね、卓球でいうところのさあですね。それは選手が言いますけど、でもそう、実際に選手のこう打ってる時のこう気合いの声っていうんですか、そういうのも結構会場内に響き渡ってましたし、すごい、あの一番前の席とかすっごい近かったですよね。そういう席もあるんですよね。そうですよ、一番前の席だったり、なかなか入れない場所ではあるんですけど、本当にコートの中だと本当に選手と同じがあの高さで見ることもできますし、そう迫力もやっぱり全然違いますからね。でもすごく最近人気があるのでチケットも売れてくるんですよね。過去最高記録を、最高記録を出し続けていまして、大会の前売りチケットは全て完売になってしまっているっていうところもありますね。すごい行きたいなって思ってたところなんですけど、どうにかしてくださいそこがちょっとね、なかなか難しい。その会場内にただ入れない方のためにですね、会場の外のお祭りも盛り上がっています、でその様子も実際にね撮ってきましたので、ぜひご覧ください。どうぞ。そうお祭り広場にやってきました。こちらのブースは何ですか？ここはですね、お祭り広場の一角、フォトスポットとなってます。試合終了後、勝者がカメラのモニターに向かってサインする場面がありますよね。ありますね。これはここではそれが体験できるみたいですよ。そうなんです。これはカメラの画面ですね。なるほど、イメージ、これがカメラの画面ですね。うわ、実際どうやって見れるのか、僕らこれ初めて見ますけど、こんな感じの、見たことある、すごいちゃんとできてますね。すごい楽しい、すごい
じゃあ遠塚選手になってる気持ち、あ、この写真の時はすごい気持ち入ってます、私たち2人。おお、これはもう本当に優勝、準優勝した時のような写真になってですね、これね、お兄さんが盛り上げてくれるんですよ。観客も後ろに入れるんですよ。背景があって、そしてバイバーです、バイバーですよ。これをフォローするとですね、常に最新情報が見ることができます。ちょうど今ですね、チリッチ選手が練習しているという映像が、ちょうどこれ今日の朝ですね、今日の朝チリッチ選手が練習している時のタイミングでしたね。もう今もどんどん情報アップデートされているので、ぜひ見てみてほしいなと思います。そうなんです、今ちょうど選手の状況だったり、こんな試合やってますよみたいなことを見れますね。あ、はい、ちょうどこれが優勝トロフィーですね。大きい、これ大きいんですよ、本当に。オクラと比較してもらうと分かると本当に大きくてですね、あ、ちょっとここ見てください。そうなんですよ、2012年と14年が錦織選手の優勝の名前が入ってますからね。オープンの近くで、はい、そしてビーチテニス体験ができるところもあるんですよ、和田さん。ぜひやってみましょう。やってみましょうか。そんな体験もできますよ。初めてビーチテニスの大会が開かれてるんですよね。で、これ本当にその横にですね、こういうふうに遊ぶことができる。経験者とは思えない。ドロモドロ感が違うんですよ、これテニスと全然ラケットがちょっと違うんですよね。そうなんですよ、硬いラケットになってまして。だからなんですよ、はい、言い訳が。これは何が買えるんですか。はい、こちらではですね、ちょうどこれオフィシャル ATP500 のロゴが入ったグッズだったり、この大会また今年限定の商品も買うことができます。なんとですね、このジャパンオープンの公式グッズ、楽天ブックスのジャ